ワレリート・トカレフは、ロシア空軍の大尉、ガガーリン宇宙飛行士訓練センターのテスト宇宙飛行士である。アストラハン州カップースチンヤール出身で、現在は、モスクワのスターシティに居住している。妻のイリナ・ニコライエフナは1955年2月25日、生まれである。彼らの間には、娘のオリアと息子のイバンがいる。母のリディア・ニコライエフナは、 ヤロスラブリ州ローストフに住んでいる。父のイヴァン・パブロビッチは1972年に自動車事故で死去している。趣味は自然、自動車、飛行機、スポーツである。ロシア政府から奨学金を得て国立経済学アカデミーで修士号を取得した。ロシア連邦英雄ほかいくつかの賞、勲章を受賞している。1973年に戦闘機パイロットとして スタブロポリハイアーミリタリースクールを卒業した。1982年にはテストパイロット訓練センターを卒業した。トカレフはロシア政府の奨学金を得てユーリガガーリン空軍アカデミー及び国立経済学アカデミーを卒業して修士号を得た。トカレフは空軍の戦闘機パイロット、テストパイロットとして最優等だった。44種類の航空機、 ヘリコプターの操縦経験がある。スマイナス24のような戦闘爆撃機のほか、スマイナス27、ミグマイナス29、スマイナス25のような第4世代の関西機の操縦経験を持つ。1987年、トカレフは宇宙飛行士に選ばれ、ブランに登場した。1994年からは宇宙飛行士のチームのリーダーを務めた。 1997年に、ブランの計画が終わってからは、ガガーリン宇宙飛行士訓練センターのテスト宇宙飛行士を務めた。1999年5月27日から6月6日まで、STS-96 で宇宙飛行士10日間のミッションでディスカバリーの乗組員は、国際宇宙ステーションの最初の滞在員の到着に備え、 4トンの機材と補給品を運搬した。235時間13分で地球を153周し、400万マイルを移動して、ミッションは終了した。トカレフは、第12次長期滞在では、フライトエンジニアを務め、2005年10月3日に、ソユーズトママイナス7で ISS を訪れ、189日間のミッションの後、2006年4月6日に帰還した。 その間、二度の宇宙遊泳を行った。ありがとうございます。